一主銀とは、江戸時代後期に流通した、長方形短冊形の銀貨の一種で、係数貨幣である。額面は1分の1、4、1両の1、16にあたる。文政南両一主銀文政7年7月2日から、通用開始された、文政一主版は、小型方形で金ピギ、金品が123、三0と低いため、すこぶる評判が悪く、あまり流通しなかったため、 文政12年7月10日から改めて難料を素材とする長方形の文政難料1主銀が通用開始された。この1主銀の額面に1主と示さず、も、16かえ1両と表示している点は難料2主銀と同様である。1両分の両目は11.2問目に過ぎず、新難料2主版の16問目よりさらに低いもので、 小判を原価とするならばその臨時貨幣というべきものであり、デメ獲得を目的にしていることは明らかである。抗議配布金限及び回収された9銀から1主銀を吹き立てる場合の銀座の収入である分1銀は、分成難料1主銀では中造高の3.5%と設定され、また長銀及び難料2主板などからの吹き替えにより、幕府が得たデメは、 銀座都市より五小筋願いの義猿城高書き付け、によれば159万5779両であった。海英一主銀安政一主銀海英六年六月三日、浦賀沖の黒船来航の翌年、海英七年一月二十四日に通用開始されたのが海英一主銀であり、お台場に放題が築かれた時期に相当する。 この時の工事に払われた日当が一種に相当する250分であったためお台場銀とも呼ばれた。両目はさらに小さく一両あたり八問目であり、一分銀をも下回る。この時期は一両小判を基軸とする係数銀貨が超銀などの表量銀貨を凌駕し、係数銀貨の仕様が定着していたため、額面表示は一種銀と直接的な表示となっている。 表面の一主銀の書体及び、裏面の銀雑根税の書体には、数種類存在し、その系統には二種類あり、天方一分銀の書体に、関連のあるもの、及び、安政一分銀と関連の深いものがあり、前者を、競技の替え一主銀、後者を、安政一主銀と分類するが、両者に、銀品位の差はなく、改中が行われたとの記録も存在しないため、講義には、 両方が、開営一主銀と分類されていた。競技の開営一主銀には、一主銀の、主及び、銀文字の跳ねたもの、銀雑ねぜの、銀、座及び、税文字の跳ねたものなどが存在し、表九種裏五種の自体の組み合わせにより45通りが、考えられるが、このうち33種類が確認され、安政一主銀は表九種裏七種の、 計63種が知られている。さらに、競技の海英一種銀では、33種類の他三種の新種の発見が報告されている。貨幣市一種銀倒幕後、明治新政府は金座及び銀座を接収して、大乗官管理下に、貨幣市を設置し、慶応4年4月17日より、翌年2月5日まで、造幣局開局までの報合策として幕府による、 貨幣を踏襲した2分版1分銀、1主銀及び店舗通り、宝を製造した。この時製造されたのが貨幣市1主銀であり、常世の常寺の上部が川寺を彷彿させるものであるため川常1主銀とも呼び、鋳造期の大部分が明治時代になることから明治1主銀とも呼ばれる。分生難量1主銀及び、貨幣1主銀が難量あるいは花鉱銀と呼ばれる。 上質の配布機銀を材料としているのに対し、貨幣紙一主銀は銀品位が劣り、用銀に近いものである。貨幣紙一主銀についても、表面の一主銀の書体及び、裏面の銀雑ネゼの書体には数種類存在し、その組み合わせにより多くの手代わりが存在し、表7種、裏6種の字体の組み合わせにより、計36種が確認されている。 ありがとうございます。